皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。スペースヘイブン、実況始めます。宇宙船のさらなる拡張に邁進した前回。なんかクルーが増える速度がちょっとパネーのよね。今のうちから手をつけとかないと新人さんが床で寝る羽目になっちゃうのよ。この船をブラック宇宙船とかレッテル貼られるわけにはいかんのよ。他にも武装施設の移設を行うなどして船内も随分整理されてきましたね。ちょっと前までスペース3枚状態だったのが嘘みたい。これなら閉所恐怖症のハゲでも安心快適なスペースライフを過ごせるのよ。ハゲにそんな設定ありましたっけ？さて現在も我々は資源豊富な星系の探索を続けています。ほんと何もかもどっさりでたまりまへんな。大体のアイテムは資源さえあればもう船で作れるし、でもってそれを交易で売って実にうまうま。クレジットもめっちゃ増えたし宇宙最高やな。資源の心配なく生産に交易にと勤しむことのできるこの星系で、できるだけ宇宙船の拡張を済ませておきたいですね。とはいえやることはやります。放棄船の探索開始。今回もエイリアン2機がこんにちは。しかも初手から風船2機のぶちかましとはきっついの。まあ巣があるわけでもなかったので問題なく探索完了。エイリアン2機の巣があるのとないのとじゃ難易度全然違うのよね。今回も採掘とサルベージの間にお船の改良です。まずは左舷前方を低減ギリギリまで拡張します。右舷前方も部屋に沿って船体を拡張。左舷前方に広げたスペースは壁に沿って個室を作ります。前回も結構部屋増やしたのにまたなの。部屋に窓があるのとないのではどうも快適度がかなり違うらしいんですね。ですのでクルーの部屋は全て壁際に寄せて窓ありのお部屋に統一します。作り構成って大事やん。じゃあ今のお部屋はどうすんのさ。今作ってる部屋が完成したら全て撤去ですね。もったいない。撤去しても資材は全部返ってきますし、今作った部屋と前回作った部屋を合わせれば全員の部屋を確保できますからもう満杯。開けたスペースは何に使うのさ。それは後のお楽しみです。もったいぶるのね。まあすぐにわかりますよ。まずは個室を仕上げてしまいましょう。いくつかの宙域での仕事を終える頃に個室が完成。全部で17部屋です。こりゃちょっとした相関ね。2交代制なら今の倍の人数になってもいけるのよ。多分そのあたりが宇宙船1隻に収容できる限界でしょうね。これで今まで使っていた個室はお約5面、撤去します。みんな窓付きの部屋に移れるんやで。窓際族に出世やだな。窓際族は出世ではなく左遷です。ほどなく個室の撤去完了。めっちゃスッキリやん。生産施設とも離れましたからより快適な個室になったことを受け合いです。次はこのスッカスカスペースをどう使っていくかってことなのよね。それはもうクルーの皆さんの福利厚生のために。いいね。リッチマンシップになったからにはきっとはクルーに還元しないとね。ここしばらく倉庫や農場の拡張ばかりでクルーの皆さんは後回しでしたから、ここで一気に職場環境の改善といきたいですね。まずは住居エリアにぽっかり開いた穴を埋めていきましょう。ほんと広げられるギリギリまで広がっちゃうのね、このお船。開いていた穴が埋まりました。では始めましょう。福利厚生改善第1弾、まずはトイレの増設です。あんだけ引っ張っといてトイレなの。いや重要ですよトイレ。今まで店内のトイレは1部屋だけでしたが、今の人数ではニーズを満たせなくなっている状態でして、クルーがお漏らししてしまうなんてことも最近でよくある話。お漏らししたハゲとキレンジェイは廊下に立ってなさい。私ハゲとキレンジェイだなんて言ってません。でもこの2人も漏らしたんでしょ。まあそうですね。ならいいじゃん。はははは。はは。トイレ3部屋が完成したところで福利厚生の第2弾にしてメインイベント、まずはこの広いスペースを壁で囲んでいきましょう。また随分と広いお部屋作るのね。何のお部屋にするの？こちらは新しい食堂研究形式になります。今の食堂を作ったのも随分と前です。あれからクルーの数も倍以上、テーブルや椅子の数も全然足りてないんですよね。確かに2交代制でも食べる場所ない子がいるのよね。わざわざ捕虜収容所でぼっち飯してる子もいるくらいだしね。あれはまあ人嫌いとか別の理由もあるんですが、とにかくこの機会にもっとクルーの皆さんが楽しく快適に過ごせるお部屋を作ろうというわけです。これは確かに福利厚生なのよ。いいじゃない？やっとみんな健康的で文化的な最低限度の生活を手に入れるのよ。いやそこはもっと上を目指しましょうよ。ということで今まで使っていた食堂は撤去。新しいのができるまでは床で飯食ってくれや、すまんな。ちなみに厨房も撤去したからしばらくは臭くってしのいでくれや、すまんな。ちなみに草の飯があるのは捕虜の豚箱だけなんや、もう一つすまんな。福利厚生の向上のためです。少しだけ我慢してください。まずは厨房設備と椅子、ソファー、テーブルを設置。
すっごく広々でいい感じ。真っ暗だけど。今回厨房の他にアルコール飲料マシンを設置しました。前回増設した栽培場の一つでホップの生産を始めていまして、それを原料にお酒を提供できるようになりました。嫌なことあってもとりあえず酒飲んで来年、みたいな。お酒を飲むとクルーの皆さんの機嫌が良くなりますが、一方で仕事の精度が下がったりメンタルが低下している時は悪酔いすることもあるので、今後そのあたりは気をつける必要がありますね。とりあえず機嫌剤は飲酒禁止な。さらにアーケード筐体とジュークボックスを2台ずつ設置。エンタメ関連もバッチリです。ライトもつけて明るくなって印象も変わってきたのよ。そして部屋の各所に装飾用の観葉植物を設置。故郷を離れて以来農場以外で見る緑がクルーの皆さんを慰めます。とりあえずはこのくらいで良いでしょう。いいじゃない？前の食堂とは大違いなのよ。広さは3倍以上の広々スペース。厨房も2つで行列知らず。緑が目に優しいエコな雰囲気。これで酒まで飲めるってんだから言うことなしでしょ。いやなかなか大変でしたが作った甲斐がありましたね。これでクルーの皆さんの働きにも少しは報えることができそうです。折を見て食堂の改善は続けていきましょう。さすがに調子に乗って拡張しすぎたのでまたまた重量オーバーに引っかかりました。ハイパードライブをさらに1機追加してこれを解決。さすがにそろそろ船体の拡張は限界なのでこれがこの船で最後のハイパードライブですね。しかし船内の改善はまだ終わりません。食堂の向かいにまた一部屋増やします。トイレと2段ベッド、テーブルに厨房、そして申し訳程度のアーケード筐体。まさに健康で文化的な最低限度の生活を具現化した一部屋を作ります。ちなみに厨房って言っても出てくるのは同じ肉さしか食ってねえ食事なのよ。健康でも文化的でもない気がするのは気のせいかしら。そして完成した健康的で文化的な最低限度の部屋を避難者エリアに指定。これで以前のように救難を求められた場合に受け入れることが可能になります。捕虜収容所と同じレイアウトなのは勘弁な。エンタメ施設の数が2倍なので文句は言わせません。わざわざ専用の場所作ってやってるだけでも感謝してほしいのよ。しっかし向かいが食堂だから廊下挟んで一体格差やな。でもわざわざ避難者部屋で休んでるクルーもいるんですよね。捕虜収容所と同じで誰もいない時は隠居専用部屋になりそう。その後探索を完了してまた新たな生計に移動しました。採掘やら放棄船でエイリアンに来た結局ふわったけど全部カット。結局今回は住居エリアの改善だけで終わっちゃいましたね。まあ採掘も探索も順調だったし新メンバーもいなかったしいいんじゃないかな。新しい食堂では早速クルーの皆さんが就寝前のひとときを過ごされています。やっと広いお部屋はええな。めっちゃ資材使ったけど作ってよかったのよ。倉庫の空きもできましたしむしろこれからのためにもなりましたね。とりあえず船体の拡張はほぼこれで完了ですね。あとは残る空きスペースの使い方を考えていきましょう。もうなんか宇宙船というよりちょっとしたコロニーなのよ。今まではとにかく生きるのに必死で採掘や建造に力を注いできましたが、これでようやく遺伝創作を本格的に始められそうです。あ、そういやそんなこと言ってたっけ。それがそもそもの目的です。それでは福利厚生が充実しクルーも大満足な宇宙船を眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。